どうも皆さんこんにちは。古今東西どんな映画にも当たっていくレギュラー界のよろずや、うぷ主のヨッシーです。さあ今回もいつも通りやっていきましょう。今回紹介する映画はこちら。いやいやちょっと待てや。え、何ですか急に、いつも通りにやろうとしてるだけじゃないですか。何がいつも通りだこの野郎、さっきから全然画面動いてねえじゃねえか、また手抜きしてんじゃねえぞ。いやいや手抜きじゃなくてリスペクトですよリスペクト。それにいつもは表示がデフォルトの字幕まで消してるんだからむしろ手間かかってるんですよ。これは手抜きじゃないですから。いやそんな編集側の都合なんか知らねえよ。っていうか背景も適当すぎだろ。いいからさっさと戻せ、ちゃんといつも通りやるんだよ。しょうがないな。じゃあ立ち枝出しますよ。はいよっと。やれやれ、ようやく元に。って、メガネだけじゃねえかはい、それじゃあ今度こそ始めましょう。おい、まだメガネだけじゃねえか。また別のところで手抜きしようとしてないでさっさと戻せ。というわけで今回紹介する映画はこちら。銀魂、ザ・ファイナル。銀魂の最新作ね。週刊少年ジャンプで連載されていた人気漫画の劇場版アニメ第3弾で、地球の命運をめぐる最強の敵ウツロとヨロズヤの最後の戦いを描いた作品だね。監督はテレビシリーズ3期から監督を務めてる門脇千鶴だよ。いやー、ついに銀魂も完結か。何度も終わる終わる詐欺を繰り返してきたけど、今度こそ本当に終わるとなると寂しいものね。銀魂だからまたいきなり復活してもおかしくないけどね。これまで何度も終わる終わる詐欺を繰り返してきたわけだからファイナルって言われても信用してませんよ。確かに銀魂ならやりかねないわね。原作やアニメは終わったけど実写版の続編とかはまだありえそうだし。まあとりあえずメインのストーリーは今回の話で一旦完結ということだね。というわけで今度こそ本当の完結編となる今回のザ・ファイナル。とうとうあの鬼滅の刃の連続主演を阻止する大ヒットにもなってるあたりさすがの人気といった感じですね。ちゃっかり鬼滅に便乗した特典ネタとかもやってるところもさすが銀魂って感じね。ああいうことやって許されるのはほんと銀魂だけだよね。そんな相変わらずやりたい放題な銀魂についての説明はなくてもいいよね。一応僕はアニメで追い続けてきた人間で原作はあまり読んでないんだけど、今回の範囲の単行本最終巻はあらかじめ読んでおきました。で、どうよ今回の最終章、かなりヒットしてるし評判もいいみたいだけど。正直なところ評価に困る作品だね。単体の映画として見るとかなり難点の多い作品だとは思う。でもそういうのも含めてネタにできてしまうのが銀魂という作品のずるくも魅力的な部分だし、長年追い続けてきたファンにとってはたまらない要素が満載の完結編でもあると思う。単体の映画としては難ありだけど、銀魂としてはいつも通り楽しい一本って感じだね。なんか良くも悪くも銀魂らしい評価ね。先に映画としての難点を挙げておくと、まず今回は物語が始まるタイミングがすごいね。今回の話って確か本誌での連載が終わってジャンプギガで連載された話だと思うんだけど、もう完全に話の途中から始まるんだよ。これってテレビシリーズの続きなんでしょ。鬼滅の刃も途中からといえば途中からだったしそんなもんじゃない。いやもう鬼滅とか全然キリがいいところから始まってると思うぐらいすごいところからのスタートだから、そもそも最後のテレビシリーズが色々あってすごい中途半端なところで終わってたというのもあるけど、この映画はそのテレビシリーズのそのまま続きではなく、原作では描かれてた一部のエピソードを全部すっ飛ばしていきなりバトル開始ってところから始まるというとんでも構成なんだよね。確か飛ばされた感の話は配信でやってるんだよね。普通映画より前にやると思うんだけどね。それ一応これまでのあらすじを銀魂らしいおふざけ満載で説明してくれるんだけど、本来なら今回の話の起点となる結構重要な部分をカットしてるから原作を読んでない人には結構困惑の始まり方だと思うよ。あと本作ははっきり言ってほとんど一元さんはお断りの作品だね。ある程度銀魂を見込んでる人じゃないといろんな意味でついていけないと思う。まあいきなり最終章から見る人はめったにいないだろうけどね。もうこの始まり方からしてむちゃくちゃやってるなと思ったね。鬼滅の刃で言ったら炭治郎が夢から覚めて現実で戦うところからいきなり始まるようなものだから、最終回は劇場版でやる作品はいくらでもあるけど、ここまで途中から始まってる感がすごい作品は他にないと思うよ。どんな作品でもある程度は区切りのいいところで始めるもんね。まさしく型破りにも程がある銀魂だからできる始まり方だね。とはいえ単体の映画としては厳しい部分ではある。あと映画として厳しいところだとアクションも微妙かな。作画がいまいちとかそういうこと？いや、作画というよりは単純にアクションが単調で退屈なんだ。これは銀魂という作品の難しいところなんだけど、銀魂のキャラってバトル漫画的な個性的な能力や戦闘スタイルとかを持ってるキャラってほとんどいなくて、基本的に物理で殴り合ったり切り合ったりといった戦闘ばかりなんだ。基本はギャグ漫画だからっていうのもあるけど、ある程度バトル要素もある作品としては珍しいよね。
そのせいもあってわかりやすい個性的なバトルというのがなかなか難しい作品なんだよね。これまではそこを非常にケレンにたっぷりな見せ方で補ってきてたんだけど、今回は正直なところその辺も弱いと感じた。もちろんいろんな戦い方を見せようと工夫してる感じはあるんだけど、今回の敵って基本雑魚ばかりで敵のバリエーションも乏しいし、そんな雑魚たちをちまちま倒していく作業感が強くてすぐ飽きてくるんだ。それに戦いの目的が基本ひたすら上の階を目指すというものなんだけど、そのせいか下に落ちそうになって危ないみたいな流れを何回もやってて、ここも単調に感じる部分だと思う。落ちそうになってハラハラみたいなのはこの手のアクションだと定番的なやつではあるけど、同じこと繰り返されるとちょっと厳しいかもね。あとこれは原作の問題でもあるんだけど、今回の話がこれの前のエピソードであり、銀魂史上最大のスケールの戦いでシリーズの集大成でもある白金の魂編と同じこと繰り返してる感があるのも微妙なところかな。ぶっちゃけやってることだけ見ればほぼ同じなんだよね。敵も同じだし、強大なエネルギーであるアルタナをめぐる戦いなのも同じだし、大量に攻めてきた天使とに対してオールスターで立ち向かうところも同じだし、いろいろ違うところもあるのはわかるんだけど、どうしても白金の魂編の焼き直し感は否めない。それに白金の魂編自体がシリーズ最大にして最長の物語だったこともあって、今回の話はそれの簡易版というかスケールダウンしてるようにも感じちゃうんだよね。多分なんだけど、もともと空知先生は白金の魂編で完結させるつもりだったのが、書いてるうちにもっと描きたいものが増えちゃって、それが白金の魂編では収まりきらないと思ったから、今回の話で完全決着させようとしたんじゃないかな。でも白金の魂編以上の話はもう作りようがないから、こうなっちゃったのかなと思う。まあその辺は空知先生がちゃんと銀魂という物語を描ききろうとした結果なのかもね。僕もそういう難しいところがいろいろあったのはわかるんだけど、どうしてもその辺が気になってそこまで乗れなかった感は否めないかな。でもそういった本来なら欠点になる部分すらもギャグとしてありにしてしまうのが銀魂という作品のすごいところでもあって、僕がいろいろ突っ込みどころを挙げたけど、作り手側はそんなこと100も承知でやってて全部ネタにできちゃうんだよね。こういう何でもありなところがすごくずるいところではあるんだけど、そのずるいところがありになってしまうのは間違いなく銀魂という作品が原作、アニメ、実写版と通して積み重ねてきた作品のイメージ、むしろこれぐらいあるのが銀魂でしょと思わせるレベルにまで持ってきたからこそのものでもあるんだよね。もうその領域まで持ってきた時点で空知先生やアニメスタッフの勝ちだと思う。そういう意味では今回のザ・ファイナルもそんな銀魂の無茶苦茶さ、何でもありさの集大成と言える。普通だったおいおいとなるところも魅力に変えてしまう型破りな感じこそが銀魂らしいと思えるんだよね。いろんな意味で型通りの評価が通用しない作品だもんね。そういう意味では銀魂らしく最後までバカやりきったって感じなのかも。もちろんシリーズの最後の物語として単純に見事な着地だとも思う。特に本作で重点的に描かれてる高杉と銀さんの因縁や師匠との決着、どちらも長年銀魂を追ってきた身としてはすごく感動できる結末ではあるし、銀さんの物語として綺麗に決着をつけたと思う。オールスター映画としてもある程度全てのキャラに活躍する場面が用意されてるのも見事だし、エピローグ部分のギャグパートも銀魂らしさ全開で笑えるし楽しいし、エンドロール後まで続くあの悪ふざけの完結作なのに締まらない感じももう逆に最高だね。さっきアクションは単調とは言ったけど、決めるところはしっかりかっこよく見せてくるあたり空知先生はさすがだと思うし、よろずやの3人と一匹が再集結するところやうつろとの決戦など、燃えるシチュエーションを作るのも多少強引ながらすごくうまいと感じたね。なんだかんだ言っても銀魂の魅力がこれでもかと詰まってた映画だったって感じね。完全にファン向け映画だけど、シリーズの集大成としてめちゃくちゃ楽しめた作品だったと思います。ぜひこのバカ騒ぎを劇場でご覧ください。なんだかんだで面白い作品だし、やっぱり終わる終わる詐欺でいいから復活してほしいわね。個人的にはたまにギャグ回だけでいいからやってほしい。普通だったら綺麗に完結したんだから無理して続きなんて作らなくていいってなることも多いけど、銀魂ならいくらでもできそうだからね。そういうところも含めてすごい作品だったと改めて確認できた作品だったね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。